平井弘明です。今回はですね、ゴルフをもう最近始められた方とかですね、あとは始めたいと思っている方に向けて動画を撮っていきたいと思います。ポイントというか、まず何を知りたいかわからないですよね。で、何を用意したらいいかもわからない、そういう手ほどきみたいな感じで、まず最初はこれが用意できてたら最低限いいですよということについて一つ一つ言っていきます。平井弘明のワンラップゴルフ。まずクラブですが、1本です。1本できれば7番アイアン、8番アイアン、9番アイアンの好きなクラブ1本でいいです。中古ショップとかですね、行くとですね、1本単位でバラ売りで2000円ぐらいで安いものですと売ってますので、もうそういうクラブ1本で十分です。次にスイングとかですね、握り方、いろいろ多分情報収集とかされて、例えば先輩とかやってる方とかにこうしろああしろって言われると思うんですが、できればシャットアウトしていただいてですね、何にも意見を聞かないでください。まずはご自身が打ちたいように打ってください。振りたいように振る、握りたいように握る、それでどういう球が出るか答えが出てから初めて動き出しましょう。まずはコース行く日が決まってないんだったらなおさら OK です。好きなように好きなスピードで好きな振り方で実際にボールを打ってみてください。じゃないと結果がわからないので、全て最初からいじられたスイングっていうのは決していいもんではありません。なので自分がクラブを1本持たされて練習場で適当打ってみるのがやっぱり一番いいです。まず最初にレッスンに行くとかそういうことは一切やめた方が僕はいいと思います。あまりおすすめしないので。なのでまずスイングなんかはあまり情報収集をせずに好きなように振っていただいた方がいいと思います。で、練習量なんですが、もちろん多ければ多いほどいいです。ただお仕事されてたり育児をされてたりとかいろいろあると思うんですが、できれば週2回ぐらいで、ボールの打つ数なんですが1回100球ぐらいでいいです。150球からまあ100球ぐらいの間の数打てば十分です。その数字はというと打ち足りないぐらいの数字、あとは何かがこう、あ、ちょっと掴んできたなで終わるぐらいの数字、これがやっぱ適量です。そこで満足するもしくは諦めてしまう数字というのは決して良くないです。なのでできれば50球から100球ぐらいで無心で打ちましょう。どこ行ったっていいんです。なのでそれぐらいの練習量で打って、で何か感じてくるまで自分で意見をしない方がいいです。なので今日は当たったな当たんなかったなっていうのは考えてほしくない、そこが正直な意見です。当たっても当たんなくてもどっちでもいいんです。そのボールを打つ体の動きに慣れて、まずそこが大事ですね。で、練習場に週2回行くということに慣れることの方が先です。なのであまりナイスショットに執着せずに気持ちよくポン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 こう当たるスピードで結構ですので打っていただいた方がいいです。先ほど用意するものクラブと言いましたが、他にもですね、このグローブ、手袋ですね、手袋とスニーカーか、まあ、できればスパイクの方がいいです。まあ、運動靴でしたら何でもいいんですけども、できればスパイクって言ったのは、どうしてもゴルフのスイングって地面をこうやって擦ったりとかですね、こうつま先を擦ったりするので運動靴は結構痛みやすいです。なのでできればスパイクの方がいいです。で、理由も一つありまして、運動靴とスパイクって底の厚さが違うんですね。なので構えた時にスパイクってかかとがこうやって高くなる感じがするんです。でも運動靴って低いのでちょっとこう低い、パターなんかやると運動靴とスパイクで相当こう立つ位置なんかが違うので、そこはちょっと気をつけていただきたいと思います。あとは、それと同じようなことで家の中でパターマットやるときなんかは、靴下でやる方なんかいらっしゃると思うんですが、靴下とスパイクだったら2センチぐらい、まあ1センチ以上絶対高さが違いますので、1センチって言ったらもう半インチ近く違うのでクラブの長さが全然変わってきますので、そこはちょっと注意して、できれば
コースと同じ状態で練習した方がいいと思います。あとはですね、動きを管理するんではなくて練習する時間なんかを自己管理していただいた方がいいです。と週2日行くことを、まあ、強制にはしてもらいたくないんですが、例えば何曜日と何曜日行くって決めとこうとかですね、そういう軽い気持ちでいいので決めていただいて、まあ、50球なら50球確実に打って帰ろうという感じで最初はいいと思います。やっぱり強制になってくるとすごく行くのが嫌だなとかですね、天気が悪かったりすると嫌だなって思いがちなので、その気分が乗った時で結構です。いやいややってもなかなかこううまくいかなかったり、こう面白くなくなっちゃったりする方が嫌なので、できれば今日行こうかなと思った時には即行動していただいて、まあ、50球ぐらい練習していただいた方がいいと思います。でこの初心者の方、これから始められる方に向けてのこの動画っていうのは、コースデビューするまでの道のりをできればやっていきたいなと今後思ってますので、知りたいところが分かんない方でしたら、とりあえずそのクラブ1本とスニーカーと手袋グローブだけで結構ですので、それを用意していただいて、それが質問することが分かるまで打つことが大事です。打って打って打ってくると、あ、いろんなことに気づいたなと思ってきますので、その気づくまでは打たないとその質問自体が出てこないので、まずはその打って結果を出してみることが大事だと思います。なのでこう最初にこうああだこうだスイングチェックとかですね、レッスンなんかに通うよりは自分で好きなように静かな練習場でも結構です。端っこでいいので、どんなもんかなと試しながらやってみる方がいいと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。で今回の動画は以上になります。